にちは、彩香です。たくさん誕生日おめでとうっていうメッセージを送っていただいて本当にありがとうございます。 Thank you for your birthday wishes。 すごく嬉しかったです。もう本当にね、ちょっとお休みをねいただいてたりして、もう存在を忘れられてしまったかなって思ってたんですけど、こうして覚えててくださって本当にありがとうございます。なんでねお休みしてたかって言いますと、このね目がちょっと物もらいっていうのになってしまって、私もう学生の頃一回あったんですけど、ちょっと疲れがたまると体にみんな誰しもある常在菌っていうのがあるんですけど、それがね目の涙腺、涙が出るところに入り込んでしまって炎症が起きてしまうというのは物もらいっていうんですけど、それになってしまうことがあって、今回ねちょっとなってしまって、体もちょっと疲れてるのかなっていうふうには思ってて、ちょっとお休みをいただいておりました。そのね訳をね言った方がご心配かけないのか、言わない方がいいのかちょっと悩んだりはしてたんですけど、私自身も治るとは思っててもなんかすごい腫れてたのですごく不安だったりもしていたし、ひっそりとねお休みをいただいてる方が、逆にご心配かけないかなと思ってちょっとお休みをいただいてたんですが、心配してたよってこういただいたりして、ちょっと訳を言った方が良かったかなって思ったりしたんですが、本当に元気になりましたし目もしっかり治ったかなと思いますので、これからまたね頑張っていきたいと思っております。はい。で、去年はこの時期ぐらいにワンマンのねチケット販売したりして、今年も同じようにねワンマンどこか、時期をずらしてもしたかったんですけど、なかなか、今年は難しい状況なのかなっていうふうに思っていて、動画だったりとかライブ配信を中心にこれからも頑張っていきたいなと思っております。それで、この期間に力をつけて皆さんと自由にお会いできるようになったら、またライブをしてその貯めた力をねお見せして楽しんでいただきたいなというふうに思っております。で、今の時間期間はちょっとライブとかはないんですが、動画ライブ配信を一緒に楽しんでいただけたらすごくすごく嬉しいなというふうに思っております。そして、今年の最初から言ってるように、メインのチャンネルを1000人に生かしたいなっていう目標はずっと念頭に置いてね頑張っていきたいと思っております。でもね、もう質としてもね高めていきたいっていう気持ちもあるので、一個一個大事にやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい。ってなわけでね、もうなんかやっぱり暑いじゃないですか最近、今の時期大変な方もすごく多いかなって思うんですね。お仕事であれ、学生であれ、いろいろこう変化がある時期で、皆さん疲れもたまる時期かと思いますので、これから、その暑くなってくるとまた疲れもたまってくるかなと思いますので、私みたいにならないように皆さんは休み休み頑張ってください。私も継続的にね活動ができるようにちょっとうまいスペースでやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい。でもね、夏はねもう少しは盛り上げていきたいなと思ってます。楽しい夏にしていきましょうということで、本当に誕生日おめでとうっていうメッセージたくさんいただいてありがとうございます。これからも楽しんでいただけるようなコンテンツをして、で、根本には現状に一つ一つ適応して、で、前に進んでいけるようなそんなサポートができたらいいなって思った時に、まずは自分からだなと思ったので、今みたいな活動を始めたりしたっていう経過がありますので、皆さんも大変な時期があったり、こう立ち止まってしまう時もあると思うんですけど、自分なりのペースで後悔がないように頑張っていけたらいいなと思うので、それを応援できるような活動にしていけたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、最後までご覧いただきありがとうございます。 Thank you for watching. Bye.